皆さん、はじめまして。ジャパンルネッサンスにようこそ。本チャンネルは、日本文化最高を目的とした放送番組です。今回は、日本に帰化したイギリス人作家、小泉八雲を朗読の題材として取り上げ、初期の退屈な夏の夜を一編の物語で続々する刺激的な 夜へとといいいたいたいと思います。葬られた秘密遠い昔丹波に稲村源助という名の裕福な商人が住んでいた彼にはお園という名の娘がいた彼女は非常に利発で愛らしかったので田舎の師匠から受ける習い事だけで育てるのは気の毒に思い幾人かの信頼できる世話人をつけて京都へ送り 人の宿女の洗練された処刑の教えを習得させたようだ。このように教育を受けた後、父親の家族の友人、長屋という名の商人と結婚し、共に4年近くの間、幸せに暮らした。二人は子供を一人授かった。男の子であった。しかし結婚から4年が経つ頃、お園は病にかかって死んだ。お園のお園の葬儀は行われた夜、 幼い息子は母ちゃんが帰ってきて2階の部屋にいると言った微笑みかけられたが口を聞こうとしなかったのでそれで恐ろしくなって逃げたそれから家族のうちの幾人かがお園のものであった2階の部屋へ行くと部屋の中の祭壇の前でもいる小さな明かりで死んだ母親の姿が見えて驚いたまだ飾りをつけ着物を着てまるでタンスか引き出しの前で立つかのように現れた頭と肩は 明瞭に見えたが、腰から下は姿が薄くなり見えなくなっていた。それは水の上の影のように透き通った不完全な映像のようであった。家族は恐れて家を離れた。下で一緒に相談をしたが、シートメが言うには、女とは小物を好むもので、大人にもかなりの持ち物がありました。そんなものを見に帰ってきたのでしょう。多くの死人がそうするよう,ようです。 そのあたりのものを舞台事に収めなかったのですから。お園の着物とおをお寺に納めれば、御霊は安らぎを見つけるでしょう。できるだけ早くこれをすべきと意見は一致した。その翌朝、引き出しを空にして、お園の飾り物と着物のすべては寺へ納められた。しかし翌日の夜も戻ってきて、前のようにタンを見た。 そそしてその翌日の夜も翌々日の夜も舞を戻ってきた屋敷は恐怖の館となった姑は菩提寺へ行き起こったすべてを住職に話し霊的な助言を求めた千寺であるその寺の住職は大元和尚として知られる博識の老人であった彼が言うにはタンスの中か近いあたりに何か気がかりがあるはずです。 ですけど全ての引き出しを空にしましたので、と老女は答えた。タンスの中には何もありません。なるほど、大元王将はいい。今夜屋敷へ行って、その部屋を見張って何ができるか調べましょう。観察する間は、呼ばない限り誰も部屋へ入らぬように言いつけてください。日が落ちてから大元王将が屋敷へ行くと、部屋は準備が整っているのが分かった。 そこに一人で残って、お経を読んだが、目の刻を過ぎるまで何も現れなかった。それから不意にタンスの前に、お園の姿が輪郭を取った。物欲しそうな顔で、タンスの上を見つめ続けた。和尚は、このような場合に定められたるせいのる処方を口にし、それからその姿に、お園の解明を読んで話した。 あんたたを救っててしいと頼まれてここへ来たおそらくこのタンスの中に心の声に思う何かの理由があるのだろうそれを探してやろうか影はかすかに頭を動かして同意するように見えたので立ち上がり一番上の引き出しを開けた何もなかった引き続き2番目3番目4番目の引き出しを開けた気をつけてその後ろ側や下の方まで調べ さらに気をつけて、タンスの内側まで調べた。何も見当たらなかったしかし姿は変わらず物欲しそうなまなざしで前のように残っている何を欲しがることがあるのかと考えたふと引き出しを裏張りした紙の下に何か隠されているのではないかと思い至った最初の引き出しの裏張りを剥がした何もない二番目三番目の引き出しの裏張りを剥がしたまだ何もない しかし一番下の引き出しの裏張りの下から見つかった一通の手紙「これがあんたを今まで悩ませていたものかね?」と問いかけた女の影は王将の方に向き直った弱々しく手紙を見つめながら「これをあんたのためにまやしてよろしいか?」と尋ねた彼女は目の前でお授業した「この朝すぐにでも」 寺で燃ややししてやろう約束をほかの誰にもこれを読ませはしない姿は微笑して消えた階段を下りて下で心配して待つ家族を見つけた頃には夜が明けていた心配には及びません当初は言ったもう二度と姿は見せませんそして彼女は何もしなかった手紙は燃やされたそれは 京都で習い事をしている頃お園にあてて書かれた恋文であったしかし何が書かれていたのかを知るのは和尚一人であったがその人ともに秘密も葬られたでは次回をお楽しみに。また会う日までまた会える日までさようならチャンネル登録よろしくお願いします